最後ね。第3戦では犠牲フライ、第5戦では先制のタイムリーがありましたが、センターに上がった、高々と上がった、見上げた、引っ張った、三遊間真ん中破った、一人帰ってくる、森敬斗も三塁を回る、バックホーム、いいボールが返ってきたが、タッチはできません、ホームイン、ショートの頭上、土
郷が三塁を蹴った。ベイスターズ打線の勢い止まらず宮崎も二塁。空振り三振。ベイスターズ26年ぶり日本一。勝ち切る力で進化を続け、たどり着いた先には最高の瞬間が待っています。